お待たせいたしました。今日は1安打2打点勝利に貢献しましたドミンゴ・サンタナ選手です。ナイスバッティングでした。まずはですね、この開幕戦の勝利いかがですか？いいスタートが切れて素晴らしいですね。これから勢いつけましょう。そして今日は同点の犠牲フライもあったんですが、なんといっても8回、あれは1点ビハインド、同点タイムリーを放ちました。あの場面はどんな思いで打席に立ったんですか？とにかくチームに貢献するって心がけて、できてよかったです。あの同点タイムリー、本当にこの結果には大きく影響したと思うんですけれども、ファンの声援、大声援でしたね。Thank you for all cheering. Thank you for staying with us the whole day. It was a great crowd today. Let's keep it going. ファンの皆様、ご声援ありがとうございました。最後まで応援ありがとうございました。明日も頑張りましょう。待って、西川じゃん。来た。ありがとうございます。まず一人目のヒーローインタビュー、ドミンゴ・サンタナ選手でした。西川。では続いて8回からビハインドの場面で登板、見事勝利に結びつける好リリーフ、木澤直史投手です。出川にあった。出川にあった。さあ投手、まずはあの8回の場面、1点ビハインドの場面でした。どういう意識でマウンドに上がりました？最初にの、足に抱き当たりましたけど、一生懸命投げきってくれましたし、出川とズンの飯尾とジョニオっていう芸人が足に最初の視点で繋いでいたので、ここもなんとかゼロに抑えて、出川とズンの飯尾とチームに平時流れを変えていきたいなと思ってマウンドに上がりました。まさにそこのいい出川さん、三者の会の最初から逆転してくれました。あの場面、どういう風に思いで芸能人に誰にもさ何もそうですね、本当に嬉しい、胸から始まって何が何でも追いつくぞっていう雰囲気がベンチの中にもありましたので、僕も祈るようにめっちゃ見てました。見てました。言えたのが嬉しい。さあ、今日はビハインドの場面、マジでそれとも勝利に結びつける好リリーフでした。改めてファンの皆さんに今シーズンの木澤投手の目標を教えていただいてもいいですか？でもね、場面を問わず一生懸命、どんな展開でも腕を振って投げていきますので、最後に優勝して最高の、シーズンにスワローズファンの皆さんと一緒にしていきたいと思います。ファンの皆さんに明日以降も試合が続きます。最後にメッセージお願いします。たくさん神宮球場に来て熱い声援お願いします。僕たちも頑張ります。いくよ。そして3人目はスワローズの一員として素晴らしい守備を見せてくれました西川選手です。西川、まずは西川さん、この声援お聞きになっていかがですか？西川来てくれてありがとう。こんばんは。西川ありがとう。西川来てくれてありがとうという声もありました。拾われた。まだあと142試合あるんで始まったばっかりです。いや、ありがとう。それではまずあと9回の守備お聞きしたいんですけれども、ファインプレーがありました。あのノーアウト満塁の場面、抜けていったらリードしていったんですけれども、結構危ない場面かなというふうに思ったんですが、あの守備振り返っていかがですか？いや、もうボールを追っかけて、手を出したら入ったという感じで、ナイスプレー。さらには2打席で同点のセーフライもありましたが、8回ですね、勝ち越した後初球を叩いてのスリーベースヒットがありました。あの場面っていうのはどんなお気持ちでした？
まあ、テストがね、ちょっと早い段階でちょっとまだわからないですけどいなくなってしまったので、みんながね、テストのためにもっていう声が出てたので、テストでいい方で会えるなと思います。まあ、どうして開幕スタメン大いに勝利に貢献した西川選手、最後にですね、ファンの皆さんにこの1年高々とメッセージをお願いします。マジ嬉しいんだよな。残り142試合応援よろしくお願いします。西川ありがとう。人間帰る白いじゃん。確かに全然いない。帰りが少しね、めっちゃ取りに行ってくるもんね。ゴミがえぐい。待ってて。はいよ、すいません。